目出し帽、目出し帽、目出し帽は、頭部、顔面、頸部の防寒、保温目的で着用する衣類の一種である。目、口の部分に穴を開けただけの、より隠れる部分が多いものも存在し、こちらは、フェイスマスクと呼ばれることもある。視界を確保する、必要性から、目の部分は開けられている。つばのついたものもあり、帽子の一種と分類されることもある。普通に被るだけでなく、 目の部分の窓を口の下まで引き伸ばす場合も多い。深さは首を覆い尽くして余る程度のものから顔と後頭部を完全に覆うに足るだけのものまであるが外して厚手のものは深い。また、防寒具としての目出し棒には生地が表裏二重になったものもある。比較的暖かい時には目から下の部分を折り返すかまくり上げて着用される。 犯罪者は犯罪を行う際における身元の割り出し対策として目出し帽で顔を隠すことが多いため店舗では販売の際に注意している。またフィクション作品においても特にフェイスマスクタイプのものが銀行強盗やテロリストなどを表すアイコンとして多用されてきたことから目出し帽イコール犯罪者の装備品というイメージも根強い。その一方、軍隊では 頭部や顔面をガラス片や金属片、火花や火炎、火薬のすすといった異物などから保護するために目出し帽を着用する場合が多く、海上自衛隊では顔面、服と呼んでいる。類似の用途として、モータースポーツのドライバーによっても対応される。また、テロ組織や犯罪組織、麻薬組織、反社会的カルト団体などに対応する警察。 軍隊の特殊部隊などでは、顔面、頭部を保護する目的のほか、これらの部隊のところ属者や家族への報復予防策として、顔を隠せる、目出し帽を着用して、戦闘や警備活動、捜索を行うことがある。防寒と保温、体に密着する必要性、着脱を容易にする必要性から、多くは伸縮性のある系統を用いる。軍用、消防用、 モータースポーツ用など耐火性を求められる用途には不燃性合成繊維が用いられる。いずれも伸縮性を与えるために基本編み物である。クリミア戦争中の1854年10月、東ヨーロッパの国会に面した町バラクラバでイギリス軍とロシア軍が争ったバラクラバの戦いにおいて寒冷な気候の戦地に出兵するイギリス兵のために妻たちが顔ごとを覆う。 手編みのウールの帽子を持たせた。その帽子を被って戦った地名からバラクラバと呼ばれ世界的に広まった。ありがとうございます。